今日何月何日でしたっけ。今日は7月8日です。あ、7月8日、8日の日ですね。ちょっと、いや前もちょっとね、同じようなこと私の事務所兼自宅でお伺いしたんですけどね、もうこれ一応俺小西さんいつも信用してますよ、友達としてね、だってもう我々、僕が高校入園の時だからもう15、6年ぐらいのこう、ね、お付き合いじゃないですか、友達としてね。でちょっとそのなんて言いますか、また私のところにこう情報提供がありまして、これはもうちょっとコニーさん悪質じゃないかなっていう事案が1個あるんですよ。あ、これ荷物こっちに置いてあるんですか。これ僕からのタンプレなんで、ここどうぞ、ちゃんと濡れないようにしてますから。でこれは、あ、いや、そこ置かれたら、あ、今から見せます。でこれは僕もねちょっと良くないと思うんですけど、この方のツイートなんですけど、この方と面識あるんですか。この方って誰。え、あ、いや、この人、いや、ちょ、これなんですけど、女の人。いや、まあそうですね。なんかこれなんかトラブルあったんですか。場所どこ、これ。いや、場所まではちょっと分かんないですけど、ちょっと音はね店内なんで小さめにしますけどね、これまたちょっかい出したんですか。ちょっかいっていうか、なんかほらこれ小西さんですよね。うん、それ なんて言ってたの相手は。いや、なんかその被害を受けたみたいな。これ何で顔隠したんですか。いや、なんか写真撮るのやっぱり嫌だから。必要以上にで、ね、でももう無理なんで晒しますね。警察に以前2020年届け出してます。その時警察から厳重注意だと連絡ありました。で、なんか要はなんかそのしつこく声かけられたみたいな話なんですけど、これ記憶あります。どうなんだろうねはい、じゃあ記憶にあるかないかだけどうですか。この今見たじゃないですか。あんまり記憶ない。うろ覚え。あ、うろ覚え。え、その、うん、なんかしたんですか、小西さん。最小限度、はい、わいせつ行為はしてません。最小限度。最小限度、警察に当たりますよ。ちょっと待ってください。わいせつ行為はダメですよ。してません。あ、はいはい、最小限度、わいせつ行為はしてません。あ、はい、でも、この方もだいぶ激おこみたいなんですけど。です。なんつうの、相手の女の人はなんつうの。いや、僕も知らないです。ツイッターでフォロワーさんでもないんでよくは知らないんですけど、その私のところに情報提供があったんですよ。2020年、なんか結構前じゃないですか。3年ぐらい前ですね。いや、信用してますよ小西さんのことは。もう僕ね、もう福岡いる頃から知ってましたから。ただちょっとほら、こういう情報提供がありますと、確認が必要でありまして、最小限度、はい、その以前に注意があったかもしれませんけど、はい、そ警察沙汰になったことはしてませんね。でも警察から注意受けたってこと。注意受けただけで、はい、別に調査取られたわけでもないけど、なんかされたわけでもない。注意ですから。何の注意受けてるのかちょっと教えてもらってもいいですか。なんかいろいろ下に書いてあるんですけど、ナンパじゃないって言ってますよ。痴漢はダメですよ。これほら、あ、書いてるんじゃないですか。2020年国鉄上野駅、2020年国鉄上野駅、2023年6月11日、あれ、これつい最近じゃないですか。渋谷駅6月11日ってもう先月の話ですよ。これはちょっとちゃんと話してほしいな。階段プラスになってやってやる。え、ねえ、聞いてるのようなことに手を伸ばして体に触れそうに。え、道に困ってたら体に触れない。向こうは警察に届けるって言ってますよ。また僕のとこに苦情来ますよ、あっちこっちから。
もう俺、うち小西さんのテレフォンセンターじゃないんで、ちょっと困るんですよね。頼ますからトラブル起こさないでください。わかりました。じゃあ、で、これ何なんですか、本当に。ちょっと教えてくださいよ。スクランブル、スクエアの前の、はい。これ、安倍さんの一周期どころじゃないですか。落ち着いた顔が見やついて、何か話して近づいてきましたが、何を、パニック出るか、ね、聞いてみよう。何をしたっていうことは、要するに、いや、だからそのね、聞いてるのようなことに手を伸ばして体に触れそうになりましたってこと書いてるんじゃないですか。え、だからここですよ。どうね、聞いてるのようなことを言い手を伸ばしたって、普通に道尋ねるな、すいません道教えてくださいで済むじゃないですか。手を伸ばしてたら、ああ、手を呼んだんじゃないですか、こうやって。お、手を呼んで最小限度、はい、あの、ね、痴漢行為したとか、はい、わいせつ行為に及んだとか、そういうことじゃないですか。最小限度、本当ですね。では触ったんです。あ、いやいや、もちろん信じてますけど、うん、触ったとか、触ったっていうか、もちろんあの、それ呼び止めるために肩を触るとか、ね、それぐらいのことはもしかしたらするかもしれない。お、まあ、あんま触んないがいいですよ。もう、だから君子危うきに叱らずって言うじゃないですか。じゃあ強いて反対のことを言うけど、はい、じゃあ強いて俺は反対のことを言うけど、森本総理のオリンピックの議案があったんですよ。あれは明日、あれは森本総理の正しいと私は思う。まあ、あの、オリンピックの件ですね、わかりました。もうそれはいいですよ、その話は。それと原因に、はい、必要以上に今女性が権利意識強すぎると。ああ、はい。あの、こんなこと地元のことも言うのもあれなんですけど、はい、川越でセクハラ事件があった、はい、そしていや、ちょっと存じ上げないんですよ。川越のそのローカル情報になっちゃった。 IPT という NHL の園長が、はい、市会議員なんですけど、市の職員と、はい、これはその新井基長が側についてさ、裁判も傍聴しましたけど、裁判まで行ったんですか。聞いた、お、はい、あの、新井基長側だったので、はい、その時にやっぱり双方のいた愛犬で、和解が成立したみたいですけど、でもそんなね、今の女性っていうのは権利意識強すぎる。まあまあまあ、まあ、権利意識とんのはまあ分かりましたよ。でこれ何なんですか、じゃあ、2020年国鉄上野駅。3年前でしょ。まあ、はい。前のめりになり、お尻や足の付け根の匂いをこがれました。前のめりになって、ですか、かがれたっていうか、え、最小限度触ってないですよね。つんのめり子だってあるわけでしょ。は、はい。バランスが崩してつんのめり子だってあるわけでしょ。ああ、その転んだと。そうそう、それに近いよ。はい。で、いや、まあ要はですよ、何を言いたいのかというと、うん、そのトラブルになりますよってことを言いたいんですよ。わかりました。じゃあ、はい、もうそういうことないように。もうないようにしてくださいよ。わかりました。はい、わかりました。あ、はい。いや、もう本当にこれ、小西さん、一応言っときますけどね。もう私、あの、ネット上の全然知らないツイッターのアカウントから、もうなんかすごい攻撃受けましたよ。もう小西さんの件で。わかりました。うん、いや、絶対に。現実世界でも、縁切れって言われたんですけど、いや、でももう15、6年のね、腐れんだからと思って。じゃあ分かりました。もう頼みますよ。もう二度とこういうことないの知られた。はい、分かりました。もう厳しく注意しましたからね。分かりました、はい、はい、ね、もう次は女の人にちょっかい出さない。分かりました、お願いします。いいです、はい、はい、分かりました。じゃあこれは一応事実なんですか。事実ではないんですか。全然待っていたところも、はい、はい、どうなんだろう。どうなんだろう。相手の、え、じゃあこれは記憶にあります。6月11日はこれ実際あったんですか、こんな話は。つまりこれが虚偽か事実かだけぐらいは覚えてますよね。こういうことあったんですか。で、道に困ってたら体に触れないし、最小限度、はい、あの、触ってはいない。それは聞きまして、これは、うん、このか事実か、要はそれとも虚偽かのことを聞いてるんですけど、こういうことあったんですか。その背景は抜きにしてあったんですか。どうなんだろうな、覚えてません。記憶にない、うん、あら、なんかどう、いちいち覚えてない。でも、はい、どうなのかな、覚えてないですけど、はい、
どんなことだろう、前で待ってとか、あの人ここに書いてある通りですよ、ね、聞いてるというようなことで手を伸ばして体になってる、どうなんだろう、じゃ記憶にないんですね、一応、うん、あんまり覚えてない、覚えてない、はい、随分都合がいいな、まあ、6月11日は私も東京にいたのかな、ちょっと覚えて、まあ、小西さんと会ってないの、その日は、うん、分かりました、まあいいですよ、じゃあ、うん、まあ、これ以上はね、もう追求しませんけど、ただ小西さん、もう約束してくださいね、もう次、今日、令和5年の2023年の7月の8日以降、うん、もうこういうこと起こさないでください、ね、分かりました、はい、いいですよ、ね、はい、約束してくださいよ、はい、分かりました、また苦情来るんです、分かりました、いいです、ね、はい、これは分かりました、あ、はい、あとあの、今日安倍さんの一周期行くんで一言、うん、心から、はい、心からご冥福をお祈りしております、はい、わかりました、ね、はい、ありがとうございます、失礼します、おっ、一応小西さんはこれ記憶にないということで、はい、はい、ありがとうございました、失礼します。